はい、皆さん、こんにちは、ガムシロです。ということで、メタルギアソリッド3続きをプレイしていきたいと思います。はい、ですね、ちょっと前回から多分格好変わってると思うんですけど、これがですね、ちょっと、前回、やめた後に、ちょっと、見回りみたいなことをしまして、取り忘れのアイテムがないかどうかとかですね。で、ライコフを隠した、ロッカーがあったんですけど、ロッカーの中にこのスニーキングスーツっていうのあってですね、これ手に入れまして、でこれの効果がですね、ソ連が開発した最新の戦闘服、すべてのダメージを半減させ、スタミナの減少を抑える効果があるということで、これ今着てます。で、前回だったらソロを倒した後にこのスピリットっていうのをなんかもう手に入れてたみたいで、でこれの効果が、ザ・ソロの持っていた迷彩服、足音がしなくなる効果があるっていうことで、一応手に入れてました多分僕前回というか、そのソロを倒した後にあれないなないなみたいなこと言ってたと思うんですけど、しっかり持ってましたはいはい。じゃあ、とりあえず、スニーキングスーツを着て、先に進みたいと思います。ソ連製だけどね。はい。上にいるんだよね。こういうこと？あ、こういうことっぽいな。ここら辺にしとくか。見つからないようにって言ってたもん。一旦この下に、よし。何？スネーク、どうした？私の方は鉄橋への爆弾セットが終わったわ。ここを落とせば敵は追ってこれない。少なくとも時間稼ぎはできるはずよ。脱出ルートも確保した。そっちは今二つ目が終わったところだ。あともう少しかかる。そう、じゃあ鉄橋で待ってるわ。オッケー。はい、警戒は解除されたんで、これでいけるかな。いけた。あと一個。はい、警戒解除されたんで、最後のこれつけます。 OK。 そこにつけてないけど、何してんどうした。なんか作りよ。何これ、なんでトンボ、蝶々、なんだあの虫みたいな。おい、爆弾だぞやめとけよ。今度は逃がさない。逃がさない。なんかあったっけ、そんなシーン。少佐、 C3 のセットを完了した。今から脱出する。スネーク、急げ。脱出ルートはエヴァ任せか。そうだ、大丈夫か。彼女なら大丈夫だろう。そうか、とにかく脱出を急いでくれ。脱出、あ、ここは勝手に行ってくれるんだ。スネーク見つかっとうやん。あ、え、バレとるやん。あいつ、ポーズ取ってんじゃねえよ。あ、もう、どうして戻ってきた。またか。また負けるやん。あ、肩外されたやな今。
スネークめっちゃやられようやん、ボスに。あ、オセロット。どうするんこれ。捕まったけど。あ、え？はい、じゃあセーブしていきます。ボールギン。どうすんだエヴァ。この女、地下金庫をうろついていた。地下金庫。捉えてみると面白いものを隠し持っていた。何？なんそれ。賢者の遺産だ。え？このマイクロフィルムに遺産のすべてが収められている。あ、なんか、え、ないあれ。まさに。ソロ。賢者の遺産そのものだ。なんか今秒数数えよったけど。匂いだ。匂いでわかった。やっと？いや、香水ではない。え？ガソリンの匂いだ。バイク用のな。ああ。女にガソリンの匂いが染みついて。この女がスパイだったとは。やばい。連絡用無線機も見つけた。壊された。なかなかいい女だった。どうすんだ？殺す。どうするん？絶対絶対電気だな。何でも言うことを聞いたな。私の言いなりだった。お、蹴った。そうだな。何だ、言いたいことでもあるのか。やべ。あ！もういらぬってことはさ、もうチューされとるやん。何あれ。何だあの10秒とかさ。色仕掛けとは KGB の連中のやりそうなことだ。あ、爆弾か。あと10分ぐらいしかないってこと。殺す前に教えてやる。いや、そんな話してる。大丈夫。対戦、米中その真の権力者たちの間に秘密協定があった。枢軸国に勝利し、その後の世界を動かすための協定だ。三国は大戦の勝利を決定づけるため、互いの資産を出し合って、表に出せない様々な裏工作や研究を共同で進めた。原子爆弾、ロケット技術、コブラ部隊。そして、それらを可能にする莫大な資金。あの大戦をあと5回は繰り返せるほどのだ。それが賢者の遺産だ。大戦にケリをつけた後、三国は賢者の遺産を分け合うことになっていた。終戦と同時にベースがドイツの有能な科学者を抱え込んだのもその一環だ。だが我々ソ連は間抜けな他の二国を出し抜いた。莫大な資金、最先端の研究、圧倒的な力、それらは我々にこそふさわしい。私の親父は賢者の遺産管理者の一人だ。終戦の混乱をつき、様々な手段を講じて、親父はソ連が遺産を独占できるよう図った。莫大な資金をスイス、オーストリア、香港など世界各地の銀行を通じて分散し、ロンダリングした。その金の流れを記したのがこのマイクロフィルムだ。親父の死後、
私はその秘密を知り、マイクロフィルムを手に入れた。それらの資金を使ってブレジネフたちと手を組み、このグロズニー・グラードとグラーニン設計局を建設した。しかし無能なグラーニンは結果を出せず、フルシチョフの飼い犬ソコロフの技術、シャゴホッドが必要になった。グルーに属する私が直接ソコロフの設計局を襲っては後が面倒だ。そこで未だ残る秘密協定のスパイリングを通じてザ・ボスに連絡を取り、亡命を進めた。ザ・ボスも私の意思に同調してくれた。世界はもともと一つだったのだ。だが賢者たちの対立により世界は二つに分かされた。我々は遺産を使い引き裂かれた世界を一つにする。そのためには力が必要だ。世界をまとめるに足る絶対的な切り札が、それがシャゴホッド、そしてコブラ部隊だった。コブラ部隊は失ったが、私にはまだシャゴホッドと遺産がある。アメリカごときに我々は止められぬ。ボス、これを安全なところへ。頼むぞ。こいつがのこのこと戻ってきたということは何かある。 C3 が盗まれた。何らかのサボタージュを企んでいるはず。細工がないかどうか調べてくる。この女は私が始末する。ボスってなん、ちょっといいやつ。いやでもちょどうなんやか、裏切っとうな、裏切っとうけね。大佐、戦士らしく戦いなさい。もちろんだ。なんなんやか今のうーんみたいな。私にやらせてください。この時を待っていた、待ちわびていた。またこいつと戦うんか、オセロット。もういいってそれ。こっち銃ないんやけど。柔道も分解もごめんだ。何、どうする。もう分かったって。どんだけ回しよん。待て。そんな、なんか変な。こいつは私の相手だ。お前はそこで見てろ。いいか。さあ、私に。ならん。お、どうした？どうやって撃ったん？あ、なに？あと6分？あと7分ぐらい。やばい。待たせたな。待たせ、まあまあ、待たされました。では始めるとしようか。お、どうすんの。いや、あいつさ、なんかあんな、え、で
電気があるんやったら飛び道具ありやん。せこくない？肉弾戦じゃないの？せっかくの決闘だ。思考を凝らす。なんだ？ちょっとかっこいいな。ムキムキ。楽しませてもらうぞ。あと6分。なん、どうした？お、うん、お、え、くれるの？すんごい、なんかあのポーズ好きね。すげえな、ムキムキ具合がすげえよ。お、どうした？生きろ、ザ・ボスの弟子。やべえ、ボルギンと？ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。いろいろまだ武器いっぱい持っとうや、まだ。あ、ってことはさ、眠らせることもできるのか。シースリアもないから。フォークもいいか。まあまあいいや。やばい。ちょ待って。避けられるか。いった！銃はしまえ？あ、やっぱ肉弾戦じゃないとダメなのか。なんだよこいつ。どう戦えばいいかわかんねえ。でも体力バーがある、体力バーの下にあれがあるってことはやっぱ。ちょ待って。どうやって戦えばいいんだ。スネーク、ボルギンの電撃に気をつけろ。銃器を装備しているときに電撃を食らえば弾倉内の弾薬が発火して爆発するぞ。え？だが電撃を繰り出した直後は隙ができるはずだ。電撃をかいくぐりながら死角から銃器で攻撃するか、パンチや CQC で戦ってくれ。あ、OK です。 C3 の起爆装置がすでに起動しているということも忘れるな。カウントがゼロになれば終わりだ。やべえ、に決着をつけるんだ。ちょっと待ってよ。じゃあ銃はしまえって言われたけどしまいません。あ、だから33発になったんだ。 OK。 いつだよ。いた！違う。なんだ今の笑い方。ガチでどうしたい？あー、もう銃め、もうやばい。あー、もういつだよこれ。やり直したい。だってどうしたらいいん、マジで。攻撃が分かんねえ。今か、違うな。え、いつだ。
いつマジで痛いです。あんま食らってないよね、言うほど。これいつ攻撃すればいい、あんま食らってないな、なんでなんやか。あ、このスニーキングスーツのおかげ、それか。え、どういうこと、マジでわかんない。いつ、いや、あのオセロットがあるのもちょっと気になるけど、オセロットどこにいるの。これどうしたらいいよ、やばい。あと1分ちょ、あと2分ちょっとしかない、2分もない。これどうするよマジでよ。だって普通に麻酔銃撃ってもさ、聞いてないもん。どういうこと？マジで分からん。え、マジで分からん。痛い。痛い。どうしたらいいのマジで。いや本当に分からん。え？攻撃も効かん。いいぞ。これどうしたらいいのマジで。意味わからんねんけど。ちょっと諦めよう、もう一旦諦めよう。さようなら。意味わかんねえよ。ちょっと待って、スネーク、ボルギンの電撃に気をつけろ。銃器を装備しているときに電撃を。何でもボルギンは体の周りに強烈な電磁場を巡らせて銃弾の軌道を変えるらしい。正面から銃弾を撃ち込んでも当たらないぞ。銃で攻撃するなら背後や側面から狙うんだ。背後や側面。スタンドか、効くかな。何の効果もなさそう。どうしたらいいの。さようなら。スネーク、何があったんだよ。スネーク。はい、ちょっとどうしよう。なんかとりあえず。違う、ここら辺はいる。なんか撃ちまくってみる。バーッと撃ちまくってみようかな。弾数多めのやつがいいな。もう重火器で撃ちまくってみよう。フォークとかいらない。あ、ナイフはいる。フォークがいらないで、
重火器を撃ちまくってみるか。 OK。 もう分かんないからここら辺 AK でとりあえず。よし、だい、あーやめて。いた、うるせえ。あーもう、これ撃ちまくったらなんかならないの。くそ、ダメか。もうどうせ死ぬんだったら撃ちまくってみるか。お、違う攻撃になった。あ、あ、ちょっと待って、暗いよ暗いよ暗いよ。ちょ待って待って待って、じゃあいけるんだ。じゃあこれだ、暗いよや。うわー、でっかい声出てしまった。じゃこれで殺してよかったのか。あ、オセロット、こいつを撃て。あれ、あ、反抗しとる。聞こえないのか、撃て。どうした大佐、それはできません。できないだと。ザ・ボスと約束しました。邪魔れ、私が貴様の上官だ。やばい、そんなことできる。すごい、オセロット。なんだ、貴様、私に立てつく気か。ちょっと見直したな、オセロット。男らしく戦いなさい。あ、戦いなさい。緊急事態、爆弾が発見された。 EOD 要員以外は総員待機せよ。オセロット、爆弾の捜索に行け。繰り返し、爆弾が発見された。いや、それどうすんの。総員待機せよ。行け。それは聞くんだ。何なんだそれ、なんなん、そのポーズなんだよ。そう、ヘビよ、もうお前の戦い方分かったぞ。なんか違うな、いつもの。いや、なんかやばいやばいやつしてきようや。まあいいや、もうお前の戦うこと分かった。撃ちまくれば大丈夫だ。どうだよ、やばい。いいね、めちゃめちゃ楽すんげえ、もう死んでもいいぐらいな感じで思ってたけど。もうお前は怖くね。あ、くそ。あ、この攻撃はやばい。あ、やばい。あの攻撃はやばいわ。弾が欲しい。弾。火力で圧倒せんのダメやん、あいつは。AK じゃないけど。あ、まあいいや、ぶっかよ。もういいや、AK でもいい。いた。もういいや。くそ。痛い痛い痛い。
やばい近づくな、バカタレが。男らしく戦いなさい。やばい、くそー、あとちょっと。男らしく戦いなさい。勝った勝ったぞ。こいつのユニフォームもらえなかったけど、生きてる。もう死んだだろ。え、じゃあ最後ボスか。ああ、もう死んだな、ボルギンは。オセロと落ち着いてんな。おや、やべ、てかどこまで、どこまであるんだ。あ、エヴァ、もっと飛ばせ。これなんだ、もうほぼ終わりか。あー、これでボルギンは死んだな。やばいやばいやばい。あー、かわいそう、最後のやつ。どうやって、はい、早く行けよ。ザ・ボスが解放してくれた。ザ・ボスが、なぜ。後で話すわ、湖の脱出機に急がないと。まだだ、俺の最大の任務が残ってる。あ、ザ・ボスを殺す。ザ・ボス、その湖にいる。え、彼女はそこにいる、あなたを待っている。俺を待っている。本当は黙っていようと思った。何何？いやいや、そんなんいいけさ。戦ってほしくない。いやでも戦わなきゃいけんのよ。あなたたち二人が特別な関係なのは分かった。男女。もっと深い、私には分からない関係。羨ましい、嫉妬した。いえ、やっぱり私には理解できない。私は伝言を頼まれた。あんなに澄んだ目の人を見たことがない。行きましょう。ああ、え、なに。なんで動き出しとん。で、そんな動き方。なんで生きとん。おい、結局じゃあシャゴホットは戦わないけんの。え、これど、え、なに、なに、なに、え、ちょっと、やばいやばいやばい、前、ちょ待って待って待って、撃ちすぎた。
やばい。これどこ攻撃すればいいんだよ。前？前何があるの？あ、こいつらか。ん？違う。ま、前。ちょ、待って。当たってない。当たってないぞ。ごめんなさい。エヴァごめんね、いろいろごめんね、本当にごめん。当たってない。もうシャゴホット、でっけえ戦車みたい。やばい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 。気分悪くなりそう。ちょっと待って、これもう食らってないやん。体力バーちょ若干減ってるけどさ、どこを攻撃したら減るんだ。あっ、RPG でも歯が立たない。鉄橋へ向かいます。鉄橋？君が C3 を引かれた。そうよ、あいつをあそこまでおびき寄せて鉄橋ごと落とすということか。いいだろう。鉄橋は滑走路の向こう、基地の中を突っ切るわよ。いい？飛ばせ、撃たれたら終わりだ。やばい。おい、オセロット、今じゃない。行くわよ。は？なんかつけた。あ、腕を固定するやつや。おお。撃たれた。オセロットちょっとかっこいいな。やばい、後ろ疲れた。なんでもありや。何この ムービーの長いの感じ。てかスネーク銃で応戦しろよ。おお、スネーク助けた。始まるな。あ、こういうこともできるのね。どこ？たまたま当たっただけです。やばい、やばいやばいやばい。どうぞどうぞ、行ってください。う
上どこ。急に出てくんな。で上見てとか言うな。あーなんか滑走出た。何これやばい、ちょっともう長いな。このヘリは何なの。あ、味方ではないんだ。辛そうか。あーもううざいな。いや気づいてんだろ普通。自分たちのあれだろ、攻撃するか普通。かわいそうに。なんかやばい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 、後ろめっちゃ器用。追いつかれるぞ。おわ、ここで。ちょ早く弾入れて。 OK。 どうしたい、シャグホットかと。遠すぎる。また来た。やばい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 。早く。OK。 あとこいつらか。また来た、しつこい。ごめんよエヴァ、さっきからずっと食らってるけど。これいつまで続くん。邪魔だみたいな感じ。もったいねえ、避けりゃいいやん。オセロットが来てる。これでどうだ、逃がすものか。やばい、ピーチ。てかなんか顔ちょっとやけどしとうや。え、ちょっと待って、ちょっと待って、いろいろ待ってよ。あいつら殺されんな。これシャグホット撃った方がいいか。どこ撃ちゃいいんだよ。あの回ってるとこか。違うんか。やべえ食らう。どこ、あの丸いとこ。
どこよ、どこ、マジで吹き飛べ。待って待って待って、そんなことできるの？ちょっとこれ どうするよ。またミサイルか。あ、鉄橋来た。これまたボルギンと対戦だな、多分。やば。すげえなこいつ。あ、止まった。あった、鉄橋。ね、チャンスは一度きりよ。引きつけて向こう岸まで行く。シャゴホットが鉄橋に入ったら爆弾を狙撃して。え、爆弾は客に仕掛けてあるわ。そんなことしなきゃいけないの？やべえ、普通に来た。行くわよ。どうぞ。多分失敗しそう。ちょっと待てよ。脚部に行ってからの、あ、足一箇所だけ？何箇所仕掛けたの？それだけ教えてくれる？いつよ？待って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 。あ、あ、あ、どこ？え？二つ？ちょ待って。よく狙って。ちょちょちょ。やばい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 。あれじゃないの？左？これじゃないの？どう？大丈夫やった？いけた！クソ狙撃やったけど。いけたんじゃない？ここのやつは落ちたの？オセロット、オセロットはっきり助かった。あ、落ちた。終わった。見て。いやもう待ってよ。なんだその前の部分だけさ、生き残っとみたいなさ。まだ終わってない。どうするんこれ。では、運転は任した。本当？ああ、信じてる。その代わり、
攻撃は俺に任せろ。そうね、もう逃げるのには飽きたわ。エヴァ、二人で戦おう。めっちゃチューするやん。ちょっと待って。景気づけよ。景気づけって。さあ、行くぞ。これどうしよう。どこまでやる？これ。やった方がいいよね、これ。ちょっと待って。ちょ待って待って。ピなんか。PSG1 みたいなの持ってたよね。 PSG1 じゃねえや。どれだったっけ。なんか最終機あ、なんか全部無限乗っとる。全部使っていいんだ、無限で。なぜか知らないけど、これは使えないな。これにしよう。AK とかにするか。やばいやばいやばい。こいつだな、やっぱり。あ、足だ。足っぽいな。あれ？簡単？あ、でも食らってないな。なんだ？どこだ？やべ、エヴァが暗いよ。ちょっと待って、どこ。スネーク、鉄橋でシャゴホッドの後部車体が破壊されて車体全部の背部が露出している。いくらシャゴホッドとはいえ背部の走行は薄いはずだ。 RPG-7 なら貫徹できるに違いない。シャゴホッドの背後から RPG-7 で攻撃するんだ。了解。背後ね。キャタピラが外した。もうやばい、エヴァが死ぬ。やべえ、せん方がよかったかな。早く早く、あ、もう。でも戦い方分かったの。痛くね、普通に。もうめんどくさい。これ長くなりそうだな。ちょっと待って。よし。当たった？あ、当たったね。なんで動きよ。まだか。やばい、近い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 。お、いいね。くそ。痛い、普通に痛い。
こんな単調な感じでいいのか。ちまって外したんやけど。背後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 。あんな一瞬だけ。そっちから行くのかよ。これどうしようかな。集中はしてますよ。集中はしてるんだけど、あの尺的な、ちょっと尺的なこと考えてる。ちょっと長すぎる。あ、半分いったね。やべ、外した。動きが。どうしよう、これ途中で、途中でやめようかな。やめるというか。なんで、なんで、なんで、なんで。普通に撃ったやん。メタルギアじゃないの初めてだ。当たってないの？当たってるね。やば。あーもうこいつ途中で動くな、バカ。多分いけるんだろうけどさ、こんな簡単尺ホット死ぬほど簡単なんやけど、時間はかかっていくけど。あ、外した、くそそっちじゃないよ、エヴァ。エヴァが食らったね。あ、こうやって撃つんだ。ずっとやりにくいやり方でやってた。あれだ、狙撃と一緒だ。あれ、食らってない。今更感もあるけど、狙撃と一緒。集中はしてるって。ホッとし、マジこれ本当にこんな簡単なの？うそ、外しすぎだろ。なんで今さ、ちょっとホップしたん？ホップじゃないけど、ちょっと曲がらんかった今。やば、下手くそすぎる。
ケー、早く入れて、早く弾入れて、終わりだよ。よし、自分の電気で動かすのか。降りて。何？私があれを引きつける。踊りになるつもりか。危険だ。あの男の扱いには慣れてる。さ。ちょっと。どうやって動かしてんだ。ちょっと。これマジでどうやって動かしよう。ちょっと待ってください。はい、ということで、ちょっと長いんで、一旦ここで終わります。次、は、ちょっとシャゴホットのなんだ、ウォルギンとシャゴホットが合体したやつと、また対戦でお願いします。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。あと、ベルマークの通知を、してくれると、はい、嬉しいです。あと、なんだ、X と TikTok もやってるので、そちらもフォローしてくれると嬉しいです。はい、長かった、ちょっと。はい、ということで、じゃあこれで、一旦失礼します。さよなら。